さあ、それじゃあね、お猿まし、お猿の魔力の猿まし始めたいと思います。暑いですね、今日もね。すいません、まるくんって言います、お猿さん、6歳の男の子で。まるくんね、衣装ちゃんといっぱい持ってるんですけど、すいません、今日暑いんで、上着をちょっと脱いで裸ですいません。でも、毛並みも綺麗なところ見てもらってね。さあ、猿まし始めたいと思います。さあ、どうぞね、よかったら。テントのも限りがありますが、どうぞよかったら正面の方がね、見応えありますんで。さあ、どうぞお写真もご自由にお撮りいただいて大丈夫です。さあ、猿回し、お猿の丸くんが頑張るので、どうぞお付き合いよろしくお願いします。本日は明日もの里見村へようこそお越しくださいました。さあ、さっきまでちょっと休憩室とって、水分も補給しまして、いきなりもう仕事モードに変わっております。さあ、丸くん頑張りましょう。丸くんは3年前まで山におりまして、もともと野生のお猿さんでございます。今6歳ですけども、丸が3歳の時に知り合いました。一緒に猿回し頑張ろうということで、3年前から一緒に生活も一緒に共にしておりました。お仕事も今一緒に頑張っております。いろんなとこ行ってね、猿回し頑張ってるんですよ。この間沖縄も行ってきましたね、2週間沖縄で。サトウキビ食べ放題で買ってきました。毎日サトウキビ10本ぐらいですよ。お猿さん、まるくんと今、頑張りますので、どうぞお付き合いよろしくお願いします。写真などもどんどん撮っていただいて、まあ、今日のね、あそこの方の思い出に、お猿さんの写真も撮ってもらいたいと思いますが、どうぞインスタとかフェイスブックとかされてる方いらっしゃいましたら、どうぞアップしまくるようによろしくお願いしたいと思います。SNS 拡散大歓迎でございますので、よろしくお願いします。さあ、まるくん頑張ろう。皆さん、ほら、もういっぱい集まってくれてるよ。さあ、ちょっと暑い日が続いておりますが、記録的な暑さが続いております。さあ、それでもね、今日はちょっと風もちょっとありましてね、頑張ります。本当暑いところではありますが、どうぞ丸くんが頑張るところを見ていただけたらと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。そんな長い時間じゃありません。大体3時間ぐらいで終わります。どうぞ一緒にとね、あっという間ですから、丸くんのパフォーマンスお楽しみいただきたいと思います。丸くんからね、大事なお願いは、もう本当に毎日こう全部がお勉強なんです。もうじーっとしてることとか、今からご挨拶もして道具使ったりとか、いろんなパフォーマンス見てもらいますけど、上手に芸ができた時いっぱい拍手もらえるのすごい嬉しくて、まあ、皆さん盛り上がってもらえてるのすっごいよく分かってるんですよ。上手にできた時はたくさん拍手いただいて、応援よろしくお願いできたらと思います。それから夏休みのお友達もね、ほんといっぱい集まってくれてるんですが、前にチェーンがあります。チェーンの一番前で見てもらっていいんですけど、中に手入れやって丸くん触ろうと思って手出したりとかね、こう丸くんって手出したりとかね、中に入ってきたりとかするとお仕事邪魔されると思って、これ縄張り意識ですごい強くて、手こう中に入れてこう丸とかってされるのもね、すっごいお仕事邪魔されると思って心配なと怒っちゃうんで、絶対手出したりとかないように約束でお願いします。さあ、丸くん、ちょっと毛づくろいは後でしてください。もうほんと綺麗好きなんでね、はい、もうほんと毛並みもね、お風呂はたまにですけど、ほんと綺麗好きなんです。丸くん、ちょっとね、後で毛づくろいもしてあげるから、お仕事中はやめてくれる？ね。さあ、それじゃあ、まずはご挨拶です。いっぱい応援もらえるように、ご挨拶も丁寧にお勉強しました。はい、じゃあ立ってください。はい、さあ、それじゃあご挨拶するよ。6歳の男の子です。お猿の丸が一生懸命頑張ります。応援どうぞよろしくお願いいたします。頑張ります。ありがとうございます。さあ、早速の拍手ありがとうございます。さあ、その調子で応援よろしくお願いします。丸くん頑張るから。さあ、それじゃあ丸が行くよ。じゃあ今日はこのハードルジャンプから行きます。このハードルを置きます。さあ、丸くんこれもね、練習頑張った。さあ、大好きなハードルジャンプで盛り上がってもらいましょう。さあ、スタンバイ OK。さあ、上手に飛べるか見とってください。スタートしました。ジャンプ、はい、オッケー、かわいいね、はい、もう一回よ、はい、ジャンプ、はい、よし、さあ、飛ぶの一瞬ですからよく見とくださいさあ、続いて、難しくします、3個頑張る、ハードル増えてくるからね、さあ、頑張れ、どんどん見てもらえる、3個飛びよ、ジャンプ、はい、オッケー、よし、はい、頑張れ、まる、はい、よし、ジャンプ、はい、オッケー、ちょっと拍手が弱いですよ、はい、頑張るから盛り上げてくださいよ、ありがとうございます。はい、じゃあお伝え続けてね。さあ、ハードル増やしましょう。6個。さあ、これ長い。マルくん、ちゃんと頑張りますから。さあ、3個から6個に増えました。さあ、頑張って6個飛びだ、マル。頑張るよ。ジャンプ、よっしゃー、イエス、ナイス、ジャンプ、はい、もう一回、ジャンプ、よーし、オッケー。はい、どうもでーす。オッケー。さあ、そしたら、さらに丸くんの頑張りが続きます。
じゃあ次の置き方、さあこれいきます。さあ一歩飛ばして長くしました。頑張るぞ、お手手のお手入れは。さあ頑張ってスーパージャンプ決めましょう。さあいくよ、丸頑張って決めます。スタート。はい、ジャンプジャンプジャンプ、はい、オッケーです。よかった、盛り上がってるかもね。頑張れ、持ち上げ、はい、ジャンプ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 。すいません、まさかの本当の失敗。はい、まずちょっともう一回行こう、もう一回、もう一回、はい、すいません、ここちょっと大事に行きたいんで、もう一回行かせてください。意外と難しいんです、この連続ジャンプ。はい、行くよ、はい、ジャンプ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 、はい、頑張りましたよ。はい、ありがとうございます。はい、どうもです。よし、ちょっと油断したね、まず。じゃあ休憩入れて、はい。さあ、それでは次です。はい、次は高さに挑戦です。さあ、今2段ですが、もう一つハードルがあるので、さあ、これを乗せて3段にします。さあ、まるか足伸びてください。さあ、ハードルいるんで、ちょっと足下ろしてください。まるか、ハードル使えないんで足下ろしてください。乗せるな言うてるでしょ。いや、下ろせる、いや、下ろせる、乗せるな。いや、乗せろよ。面白いやないか、今。これ、お勉強したんですよ。これ、実はね、これ、僕大好きなネタで、やめてって、もう足乗せるの、すっごい難しいテクニックで。あ、これ、全部練習、これね、やめてって、もう、そう、下ろせーって、下ろせーって、そう、やめてって、もう、下ろせーって、もう、そう、そう、それこそ、難しい。それでいきます。さあ、3段です。山になりました。この山がマルクにとっては大きい山でね、これあの1回じゃないです、必ず頑張る、2回飛んで成功なんで、もう1回行かさせてください。高まる、いいか、確かね。さあ、2回飛んで成功、頑張って。さあ、ハードル3段、ハードルジャンプ頑張ります。さあ、マルク頑張っていきます。はい、さあ、すんませんマル、何やっとる。お前、今日夏休みバッチリ決めるんやなかった。マル君、すいません、もうちょっとね、本当申し訳ない。マル一応ね、失敗が分かるんで落ち込むんですよ。でもね、やっぱね、どうしてもあの一生懸命やってるんですよ。でも失敗する時あるんです。で、確かに、で大事にしてるのは、あのさっきもちょっとやり直しましたけど、失敗した後大事にしておいて、次でちゃんと頑張ったら皆さんいっぱい褒めてくれるってことをね、きちんと言って。マル君、本当頑張り屋さんで、この3段ももう一回行かさせてください。ちゃんと次で頑張る。いつまで持ち込まないよ、お前。大丈夫、大丈夫、大丈夫。恥ずかしくないから大丈夫。本当に実はちょっと恥ずかしいんです。はい。マル、ここ切り替えて。すいません、もう一回行かさせてください。マル君ね、でも本当頑張れるんで。大丈夫。逆に次で頑張れたらいっぱい褒めてください。2回飛んで成功ですか。はい、行きます。はい。よっしゃー、おーナスも頑張った。はい。はい。よかった、頑張ったでしょ。それ頑張った後はちょっと休憩でさせてもらっていいですか。マル、お疲れ。はい、休憩入れてください。はい、休憩入りました。さあ、マル君ね、頑張ったからちょっと休憩でさせてもらいます。さあ、よく風も吹いてるからね、マル君ちょっと休憩ね。さあ、それじゃあね、マル君の頑張り屋さんなところを見てもらって。さあ、いいよ、マル君。よし。さあ、それじゃあ今日はあの最後は発想飛びというね、大技、マル君のメインの技を用意しますが、その前に竹山も上手になったところを見てもらいましょう。マル、お友達もいっぱい来てるから、上手になった竹山見てもらうや。マル君ね、竹山練習頑張ったんですよ。竹山上手に乗るために大事なことがあります。それは竹山をしっかり持ってることです。これは当たり前じゃ当たり前ですけど、でもとても大事なことで、ちょっと確認させてください。はい、いいね。そう、やっぱね、あのちょっとしたことです。絶対話しちゃいけないんです。もう絶対、いいですね、これね、すごいでしょ、ちゃんと持ってるでしょ。ここすごい大事だ、もう絶対に話しちゃいけないから、相当しっかり持ってる。よし、 OK、 いいじゃん、いいじゃん。よっしゃ、ついていきます。はい、スタート。はい、さあ、マル君待ってよ。はい、またよそ見してるからそうなる。しっかり持っとくって、あんだけ確認したのに、ちゃんと頑張んなさいよ。はい、さあ、すいません、失礼しました。はい、頑張ります。これね、ちゃんとね、こう行ったり来たりするので、これも全部お勉強で。はい、いいよ、さあ、マル君ね。さあ、油断しないでしっかりね。はい、上手に乗るところ見てもらって。いいよ、上手よ。よしよしよし、そう、一二一二。もう本当に最初はなかなかコツをつかめなくて、あの倒れてばっかりだったんですけど、もうマル君ね、本当上手に乗れるようになったんで、さあ今日は一生懸命ちゃんと乗ったことになりました。いいよ、マル、かわいいよ。はい、OK、 そう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 、はい、よし、いいね。
はい、真ん中戻ってきて。はい、OK。はい、どうでしょうか、丸くん、可愛いだけ、上手です。ありがとうございます。よし、じゃあね、拍手もらったところで、違う掛け物見てあげてください。はい、次、これ、大きいの。よし、丸、頑張れ。はい。さあ、長いとね、さすがに丸くんもちょっと怖くなるんですが、はい、頑張ってね。はい、スタート。はい、回るよ。はい、回って。丸くん、今ちゃんと掛け馬しっかり持ってから前に出るからダメでしょ。はい、もう一回いきます。失礼しました。ちゃんとよ。はい、いきます。もう一回、はい、スタート。3周回ろうって約束したんだ。今3周目に入った。いいよ。はい、はい、いいでしょうか。ありがとうございます。先にまでした。どうもありがとうございます。最初ちょっと倒れちゃいましたけどね、やっぱ難しい技です。大きい竹もも上手に乗れたんで、そうです、上手にできた後は休憩です。はい、休憩あります。さあ、それじゃいよいよ丸くん、次は最後の発想跳び。ちょっとかっこいいとこ見てもらおう。さあ、皆さんね、暑い中お付き合いいただき、さあ、道具、階段を使います。ちょっと階段が重いんで、丸くんと一緒に準備します。丸くんも手伝ってくれるね。はい、はい、さあ、この階段を2つ準備してね。ちょっとね、お手伝いしてくれるんです。ありがとう。はい、もう1個階段を準備します。丸くん手伝ってよ。はい、ありがとう。ね、これお手伝いしてるつもりなんです。Thank you。よっしゃ、さあ、セット OK。 こっちからスタートして、これね、飛ぶんです。飛んで逆立ちで着地して、逆立ちのまんま降りて、逆立ちでまた階段登ってくるんです。これ逆立ちの技なんですが、マルコめっちゃ頑張ります。はい、さあ、発想跳びいきます。頑張れ頑張れ、かっこいいとこ見てもらえ。いくよ、いくよ。さあ、はい、戻ります。まあ、練習なんですけどね。さあ、そしてすごいのはこれ、難しくなります。間が広がります。さあ、ジャンプが遠くなっても逆立ちが決まるか。さあ、丸、しっかり稽古も思い出して、さあ、頑張れ。みんなに応援してくれれば、いきます。よっ、はい、よいしょ。さあ、それじゃあ行くよ。さあ、夏休み、みんなの思い出に残るジャンプをお届けしたい。さあ、丸くん頑張ります。最後にこの丸くんがこれをもっと広げていきます。最後に飛ぶ広さはなんとこの広さです。すいません、皆さん、もうちょっと驚いてもらっていいですか。すいません、全然盛り上がりがないんですよ。あれ、できたらこれ広げたら金抜き寄りになってるんで、皆さん、おおなんて、会場がどよめくはずだったんですが、今、カーッて切れたら皆さん、僕はびっくりしました。すいません、もう一回させてください。やっぱもうちょっと盛り上がりがないと、マル君も頑張れない。じゃあ、いきます。さあ、それじゃあ皆さん、マル君が最後に頑張ります。最後にマルが飛ぶ広さは、なんと、この広さでーす。来た来た、ありがとう。いいじゃないですか。やればできるやないですか。まる、聞こえとる？すっごい皆さんびっくりしてくれてるから。分かっとる分かっとる。さあ、実は皆さん、この距離じゃないんです。今日はもっと皆さんに驚いてもらいます。まるくんは今日は夏休み新記録でこれをもっと広げて頑張るそうです。さあ、広げますよ。夏休み新記録バージョンはいくよ。なんと、はい、一斉来ました。おい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 、じゃべべ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 べ、おい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 、おしゃれで、ね、ウェイ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 。どなたか突っ込んでいただきたかったんですけど、冗談です。最後は、はい、この色差でいきます。さあ、丸くん新記録で頑張るんで、さ
さあ、丸くんがこれを飛んで逆立ちが決まるか。まあ、ほんと頑張りますから、見とってください。これ飛んで逆立ちするんです。そして最後の最後もご注目。最後はこの階段の上に戻ってきて、さっきまですぐ逆立ち終わってましたけど、丸くん最後止まるんですよ。すごいこだわってるんです。5秒間きれいに逆立ち止まっておくのが丸くんのこだわりです。さあ、最後の発想飛び、丸くんが頑張るところ、ぜひご覧いただきたいと思いますが、最後のジャンプ行くときに丸くんから大事なお話が一つありました。今日もこうして丸くん本当に一生懸命頑張ってくれてますが、まあね、お皿の丸くんなんでこんなに頑張れるか、それは今日もこうしてたくさん集まってもらって、皆さんからもう一つ一つの芸にたくさん拍手いただいて、そして頑張れ頑張れと温かいお言葉もかけていただいて、皆さんの本当素晴らしい応援のおかげで頑張れてるんですけど、もう一つ丸くんが頑張れる理由があります。それは皆様からの温かいご理解あるそうです。ご祝儀で頑張れるんです。すいません、会場空気重くならないとか、お気持ちで結構なんです。お気持ちで、ただ丸くんが大好きなのは、ああ大変、風で飛んじゃうみたいな軽いのが大好きでございます。ぜひ後でカゴを用意させていただきますんで、はい、頑張った丸くんにぜひともご祝儀弾んでいただけたら嬉しいです。で、今日はこちら丸くんがオリジナルの丸くんカードといって、すごい可愛いカードを作りまして、これ持ってきておりまして、あのちょっとしたカードなんですけど、今日はまあ記念になればということで、500円以上ご祝儀弾んでいただいたお客様に丸くんからこれ記念に差し上げてます。500円で1枚、せいで2枚差し上げてますけど、こういう可愛いね、とても可愛いカードもあります。今日はマル君新記録にもチャレンジします。頑張ったマル君へのお気持ちも皆様、何卒よろしくお願いいたします。マル君頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それでいきます。ラストジャンプ、本当頑張ります。はい、行きます。最後は逆立ち5秒止まります。はい、どう、止まるんです。綺麗です。1、2、3、4、5。よっしゃー、皆さん、ラストを取りました。どうもありがとうございます。まる頑張りました。一気のバッチリ、それももう本当に皆さんの素晴らしい応援のおかげです。本当に感謝。でもね、やっぱ丸くんも頑張ってくれたんで、ちょっと丸にお礼言わさせてください。丸、すごい頑張りやった。頑張ってくれてどうもありがとうございました。はい、というわけで6歳の男